皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。今週の b ファーストのスケジュールをお届けします。トピックスは3つです。1つ目が b ファー s t The Movie ビー、b、ザワンのムビチケについて。2つ目が b ファーストスケジュール7月24日から30日分です。3つ目が b ファーストライブ出演情報のまとめです。 では、まず一つ目、BE FIRST THE MOVIE BE THE ONE についてお話ししたいと思います。先週、いよいよ、この BE THE ONE の映画のムビチケについての詳細が発表されました。上映される劇場も合わせて発表されておりましたが、劇場に関しては概要欄のリンクからご確認いただければと思います。今日はチケットの情報を詳しくお話ししていきたいと思います。 まず、ムビチケ前売り券についてなんですが、発売日は7月28日金曜日、金額は2100円です。今回のムビチケには携帯が3つあります。1つ目がムビチケカード。特典としてオリジナルステッカーが全7種ランダムで1種類ついてきます。今回のムビチケカードについては、今こちらに載せているこの写真が 印刷された無ビチケカードがついてきて、さらに特典としてオリジナルステッカーが1枚ついてくるということです。全7種ランダムということで、よく CD や DVD の特典にあるように、1人ずつの写真が印刷されたステッカーが各1種類ずつあって、そのうちランダムで1枚がついてくるという形になります。購入方法は2つあります。 一つ目が映画館で購入する方法。販売されている劇場については概要欄のリンクからご確認ください。二つ目がチケットピアの通販で購入するという方法もあります。チケットピアの通販については、発売は7月28日金曜日の午前11時となります。8月18日金曜日の23時59分まで受付ということですが、 ただ、在庫には限りがございますというふうに書いてありますので、お早めにご購入なさった方がいいかなと思います。チケットピアの通販でご購入された場合は、配送は全国一律ネコポスで配送ということで、配送料が450円かかります。注意事項がいろいろ書いてありますので、詳しくはお読みいただければと思いますが、購入制限は12枚までということです。 続きまして二つ目が、無ビチケオンライン券ということで、こちらは特典としてオリジナルのスマホの壁紙がついてきます。こちらはオンライン券となりますので、無ビチケの購入番号がメールで届くデジタル前売り券ということなので、無ビチケカードはつきませんのでご注意ください。さらに特典もステッカーはつかずに、オリジナルのスマホの壁紙がつくということです。 さらに3つ目の購入方法として、無備チケコンビニ券があります。こちらは特典はつきません。コンビニエンスストアで購入できる店舗発券型の前売り券ということで、こちらも無備チケカードではありませんのでお気をつけください。ご購入できる店舗はセブンイレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマートということです。その他当日券に関しては2300円ということです。 ここまでお話ししてきましたチケットの料金については通常の 2D の劇場の料金となっておりまして 4DX スクリーン X、4DX スクリーンは別途追加料金がかかるということなのでお気をつけください。その他詳しい情報は概要欄のリンクからご確認ください。こちらの映画の公開まで残り1ヶ月となりましたね。 スカイハイさんからのコメントを見ていると、おそらく後日配信もされるのかなという感じがしますが、まずは劇場でご覧いただく際の詳細が発表されたということでご案内させていただきました。ものすごく感動する内容になっているということなので、私もこの映画の公開がとっても楽しみです。はい、では続きまして今週の b ーファーストのスケジュールをお届けします。 本日7月24日月曜日はスケジュールはありません。7月25日火曜日21時30分からフジテレビネクストにてビバラロック2023デイ2が放送されます。今年のビバラロックの様子ということなのでフジテレビネクストをご契約されている方はぜひぜひこちらご覧になってみてください。7月26日水曜日 この日から、宮間良紀の奇跡展エピソード0が、名古屋のセントラルパーク地下街で開幕となります。8月7日まで開催されます。そして、この日の16時までで、ロックインジャパンフェスティバル2023のリセールが締め切りとなります。23時30分からは、ミュージックジャパン TV にて b ファー s トスペシャル MV 特集が放送されます。7月27日木曜日、 13時からお台場冒険王2023目覚ましライブ。こちらに BMSG オールスターズが出演します。楽しみですね。BMSG オールスターズということで出演はスカイハイ、ビーファースト、マーゼル、アイルザ・ショータ、レイコの5組となります。こちらかなりチケットの競争率が高かったようなので現地に行かれる方ぜひ楽しんでいらっしゃってください。 私も含め、残念ながらチケットが取れなかったという方もたくさんいらっしゃると思うんですが、そういった方たちに朗報としては、バーチャル冒険王にて生配信があるということが先日発表されました。私もこの生配信で当日の様子を必ず見たいなと、とっても楽しみにしています。詳細は概要欄のリンクからご確認ください。 そして19時45分からは NHKE テレ九州沖縄放送にてゾンターク踊りの星第13回が放送されますがこちらに b ーストからソータが出演するということが発表されました楽しみですねこちら九州沖縄の放送とはなりますが NHK プラスで配信があるということなので全国の皆さんはこちらでお楽しみいただくことができます さらにこの番組のソータの出演は2週連続ということで来週の木曜日にもソータが出演予定です7月28日金曜日この日は先ほどお話ししましたビーザワンのムビチケが発売となります20時56分までで TVer で配信終了となりますのが中井正宏の金曜日のスマイルたちへこちらの番組の 音楽の日、ダンスコラボの裏側の特集が放送された回が配信終了となります。22時45分頃からは CBC ラジオにて b ーファーストの b トーシュント、リュウヘイ、リョウキの出演です。7月29日土曜日、17時から JWAVE にて Amazon Music Million Billion、ナビゲーターはソータとシュント、リョウキは対談企画に出演です。 18時から Amazon Music にて Amazon Music Million Billion Podcast が配信開始となります。ソうタとシュントの出演です。23時59分までで TVer で配信終了となりますのが音楽の日2023です。こちらの素晴らしい企画の数々が見納めになるということで、私ももう一度見たいなと思っています。7月30日日曜日、 23時59分まででチケット締め切りとなりますのが、ワイルドバンチフェス2023。こちらのセブンイレブン2次選考が先着で受付中ですが、7月30日日曜日で締め切りとなります。はい、今週のスケジュールは以上です。最後に b ファー s t 出演予定ライブやイベントの情報をお伝えしたいと思います。 先週一週間で新しく出演が発表されたイベントは特にないんですが、一番上の宮間良樹の奇跡展エピソード0が、いよいよ今週からスタートします。先週もお伝えしましたが、こちらのイベントに関しては、初日の7月26日午前10時から14時の入場分だけ予約が必要ということで、それ以外は予約なしでも入場いただけるようです。 そして一番下なんですが、BMSG フェスですね。こちら先週登録発表がありまして、かなり競争率が高かったというふうに認識しているんですけれども、すぐに二次選考の受付が発表されまして、現在二次選考受付中となっております。7月31日までですが、今回の受付は、アーキテクト会員、レジデント会員、各ファンクラブの会員、 それから、ローチ系のプレリクでの受付も実施されています。お忘れなくお手続きください。はい、以上です。個人的なお話にはなるんですが、先週の金曜日にちょっと引っ越しをしまして、想像していた以上にバタバタしてしまって、なかなか金曜日からタイムリーに情報をお届けできていなくて申し訳ありませんでした。 今日からはまた少しずつ日常を取り戻していつものペースで投稿していけたらなというふうに思っております。ただまだ家の中はめちゃくちゃな状態なので少しずつ片付けも進めながらやっていきたいなと思っています。なので私自身が実は先週の金曜日以降の b ー s t や BMSG のいろんな出演番組などを全く実はチェックできていない状況なので 今週またそういったものを少しずつ見たり聞いたりして楽しんでいきたいなというふうに思っております。はい、以上です。どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。